ダンディ・坂の1月16日隊は、日本の漫談家、お笑いタレント。本名、坂野健一。石川県加賀市出身。サンミュージックプロダクション所属。血液型は AB 型。田原俊彦のようなアイドルに憧れて、高校卒業後に状況を模索したものの、その資金がなかったことから、貯めるために、地元で働いた後、 26歳になった1993年に上京。年齢的な理由とダウンタウンやウッチャンナンチャンがテレビ番組でアイドルと親しげにしていたのを見てアイドル路線からお笑い芸人路線に方針転換。プロダクション人力者のスクールやかに2期生として入学。漫才コンビ、ラブリンを結成し、ボケを担当するも才能がないという理由で留年。 一期下の三期生と共に一年間学ぶ。その時の三期生にはアンタッチャブルらがいた。卒業後、同スクールの講師だった、ブッチャーブラザーズの付き人となる。なお、同期とのジェネレーションギャップを感じていた坂野は、この頃からピン芸人になることを決める。1996年、大川工業の舞台、すっとこどっこいでデビュー。そして、テレビ埼玉の番組、 パンドラ5点でテレビ初出演。同番組内コーナー、探偵物集で、松田優作に噴した、寺田体育の日とギャグ対決を繰り広げた。伝伝の芸風を受け継いだ漫談メインのスタイルである、ため、第二伝伝と書けた、第二伝伝が彼のキャッチフレーズだった。2004年8月22日に、一般人女性と結婚。2009年7月7日に、長女、 2014年2月5日に長男が誕生した。ゲッツの全体のポーズ坂の本人による、ゲッツの両手のポーズ現在の出演番組過去の、出演番組。ありがとうございます。